はい、今回はまたまたストックさんナンバー2の岩野氏にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。岩野氏は制作会社出身の、京都大学卒のスーパー敏腕ウェブコンサルディレクターと、結局何を言いたいのか分からない、はい、まあ、要はもうストックさんの最も大きな案件を数々を統括している大物コンサルタントなんですけれども、今回ですね、クライアントさんとのコミュニケーションで留意することみたいな感じで、普段あんまりクライアントさんとコミュニケーションを取るフリーランスって多くはないと思うんですけども、結構岩野さんが、対峙しているクライアントさんってなかなかこう大物な方が多いと思うんで、そことどういうふうなことを留意すればちゃんとこうスムーズにコミュニケーションが取れるのかっていうのを岩野さんの経験則に基づいて教えていただければと思います。はい、5つぐらい、5つっていうところで、うん、1つ目が多分みんなこれは当たり前だと思ってるんだけど、うん、意外とむずい目的の共有ですね、うん、はいはい、いわゆる KPI とか、はい、とか言われるんですけど、うん、それなんか僕の中でめちゃくちゃ最難関やと思ってて、もちろん売り上げ上げたいみたいなのって当然あるんですけど、それに紐づく KPI が結構経営者の方ってコロコロ変わるんですよね。確かに。なんか PV があったらいいって思ってたけど、でも事業が進むにつれて、いや PV 稼いでもなかなかマネタイズできないよねみたいな風に変わったり、あるいはなんかこうリストの数みたいな風に変わったりすることもあるんで、常にこうコミュニケーション取る上で、今のこの人の一番気にしてるやつって売り上げに紐づく中でどの位置にあるんかなみたいなのは超気にしながらコミュニケーション取ってるかなっていう。確かに KPI がもうプロジェクトの前提条件なんで、そこが定まってないと何が正解かっていうのは全て分かんないですからね、なので納期の設定とかもその KPI によってずれてくるんで、これじゃあ優先した方がいいですよねっていう、それが提案につながって、ああこいつ分かってるなっていうふうに思えてもらう可能性が高くなるんじゃないかな。じゃあいつも KPI は必ず認識を合わせるんですね。そうですね。2つ目が、これはもうその人の主観のなんかこう不安になるポイントみたいなのは結構抑えるようにしてるかな。どういうことかっていうと、例えばコミュニケーションっていう話なんで、ほうれん草が1週間いたら不安な人と3日いたら不安な人みたいなっていると思うんですよ、はい、なのでそれをできるだけ早期につかむっていう。なるほど。そうですね。で、あと報告の流度ですね、めっちゃ細かいマイクロマネジメントの人にはちゃんと細かいところまで出さないといけないし、なるほど、いやそんなんいらないよと、結果だけくれみたいな人もいるんで、その人にはちゃんとさっき言った KPI に基づく結果のところだけ見せたりとか、ね、めっちゃむずいよね要は一言言うと、何だろうな、仕事の流儀みたいなのを人によって違うからこの人はこういう利益、この人はこういう利益って、それに柔軟に全部合わせるってことだよね。パーソナライズしないと、やっぱりこっちでうまいことを満足度保ててても、B さんでは無理みたいなのって往々にしてあるんで、で特に企業の担当者の人、今あるんですけど、企業の担当者の人と経営者の人っていうのが全然対応変えないといけないなっていうのがすごく感じてます。さっきので言うと、報告の流度は粗めが経営者です、一般的な傾向です、で細かめが企業の担当者なんですよ、ね、確かに企業の担当者の人って、結構パソコンでずっとやってるケースが多いんで、スプレッドシートでくださいみたいな、あるあるっすね、はい、僕は、悪い癖なんですけど、これが俺のやり方でこれが一番結果出るからって言って相手の仕事の流儀ごと変えるのが僕のやり方なんですけど、すごいでもすごい、やっぱ好き嫌い分かれるんですよ、僕のやり方だから。岩野くんは結構どんなお客さんもカスタマイズしてその人のパーソナライズしたコミュニケーションの取り方をしてますよね。そうですね、それが2つ目と、はい、仕事の流儀を見抜けと、はい、そうですね。じゃあ3つ目が、これも2個目に通じてて、パーソナライズなんですけど、その人それぞれのなんかコミュニケーション上の好き嫌いみたいなのがあるんですよね、例えばで言うと、なんか仕事関連で言うと、特に僕制作出身なんで、デザインとか、デザインの判断基準が、ロジック寄りなのか、あるいは好き嫌い寄りなのかって、全然やり方違ってくるんですよね。確かに、ロジックよりだったらちゃんとアウトプットに対してロジックを添えてあげるみたいな、これ結構基本全部やるんですけど、僕で好き嫌いだったらちょっとまずコミュニケーション厚めに、デザインのアウトプット出す前にコミュニケーションちょっと厚めにしようかなみたいな感じで手戻りを少なくするみたいなのはありますね。確かに制作物ほどいい成果物と悪い成果物の判断基準が人によってまちまちなものってないじゃないですか、定量数字化できないから。だからコミュニケーションのなんかこう取り方とか相手の性格だったりとかっていうのをより敏感にこう察して出さなきゃいけないわけですね。そうですね、
それなんか動画とかも言えるかな、うんうんうん、ってことはまあ2個目と3個目はちょっと似てるんですけど、うん、相手の趣味思考を抑えろという、うん、ところですね、はいはい、逆に僕は発注サイトでいつも思うのは数字が出れば何でもいいっていう言い方をして、なんか数字が出なさそうなのが上がってきたら、うん、いやダメじゃんってなっちゃうタイプだし、うん、でもなんかこうデザインが好きな人とかはね、うん、なんかとりあえずどのホームページ競合のホームページとかいろんな、 なんか案を出してどれに近い雰囲気ですかみたいな雰囲気決めから入った方がいい人とかね、うんうんうん、そうコミュニケーション難しいですよね、制作は難しいです、うん、趣味思考を抑えろと、はい、まあ、これ制作出身っぽい意見ですね。4つ目がこれはまあ自分主体の意見なんですけど、うん、まあ、これも当たり前で、うん、イエスマンには絶対ならないようにはしてますね、はいはいはい、うん、さっきの KPI に紐づく、うん、その KPI を達成する手段っていくつでもあるんで、うん、そこをこう最短ルートを見極めて提案するのが僕らの仕事じゃないですか、うんうん、それはいろんな案件やってる中で成功事例失敗事例いっぱい持ってるわけなんで、うんうん、そこはもうガツガツ提案していきたいなっていう、これは超重要ですね、はい、でなんかまあ一言で言うのはノーと言えるコンサルになれというところですよね、相手が管轄しているところよりも自分がオーナーシップを持ってより詳しくなることで相手が考えるよりこっちが判断した方がうまくいくって相手が思ってもらうことが一番ベストであって、うんうん、そのためにはやっぱなんか相手が考えたことをはいはいって言ってると結局イニシアチブクライアントになっちゃうん で、うん、でそれだとクライアントもなこれでコンサル料払ってる意味ねえよってなっちゃうんで、うん、クライアントの意思決定よりも質が高い意思決定ができるようになるっていうのはあの僕らの仕事でもあると、うん、なんでそこがやっぱノーと言えるコンサルになるということですね。そうです、はい、5つ目がこれも割と得意って言ったらあれですけど、うん、超重要だと思ってるんですけど、うん、ボールを絶対に向こうに渡さないっていう、ボールは常に自分が受け持つと、うん、なんかファールボールでも取りに行くみたいな感じですね。 どういうことかっていうと、うん、例えば超ざっくりなオーダーが来るとするじゃないですか、うん、これをいついつまでにやっといてみたいな、うん、絶対無理やんって思うわけじゃないですか、うん、としても、うん、無理ですって返すやつと、うん、えどういうことでしょうか、うん、って返すやつと、うん、こいつらはダメですね。ダメですね。ダメです、うん、でじゃなくて、うん、3つ目4つ目が3つ目がウルトラシーの作戦を考えつくっていう、はいはいはい、どうにかして達成する、うん、で4つ目がこれ結構重要で、うん、大体案、はい、なんかこれだと前提条件がこの状態だったらいけるんで、うん、ですけど、うん、今こうそういう状況にならないので、うん、こういう方向で行きたいと思います、うん、どうですか、うん、イエスノーで答えてくださいみたいな、うん、必ず考える時間っていうのを自分が受け持つようにするっていうのはめちゃくちゃ意識してますね、うん、はい、これはなかなか難しいですけどねこの指示を出した時点で向こうは脳みそ使ってるから、それでどういうことですかってこうヒアリングをいちいちしてくるやつは鬱陶しいから、こっちの方で多分こういうこと考えてるんですか、であればこうします、こういうこと考えてるんであればこうしますみたいな感じで、向こうのなんかぼんやりした抽象的 なんか考えを分解してより具体的にしてあげてからあの議論に進めてあげるみたいなところですよね。意外とこう具体化していくと、うん、無理なんだなって思ったりとか、うん、先方にも発見があったりとかするんで、うんうん、そのやり取りできるっていうのはかなりいいんじゃないかなって思います。そうですね、はい、だからあのお金持ちになればなるほど面倒くさがり屋な人が増えるから、うん、その指示も面倒くさい感じで、競合がこれやってたから同じのやってっていう指示とかが、まあ、ざっくりしたなんかあったりするんですよね。競合がこういう前提条件でこのアセットを使ってるから今こういうことになるから、もし僕らがやるとしたらこれとこれを同じのを作ってから次の段階こうやんなきゃいけないから、そうするとここの予算がこうかかるんですけどそれでも進めますかみたいな感じでやるみたいなイメージですかね。そうですね、はい、その5個を意識してクライアントコミュニケーションを取るから、イオナシのクライアント解約率がほぼ 0% みたいな感じになってると思うんで、抽象的なんだけど大事で、かつめちゃくちゃ難しい話なんですけど、あのイオナシと仕事するとこういうコミュニケーションを取ってくれるということで、仕事依頼したい方は概要欄からお待ちしてます。そんな感じでありがとうございました。ありがとうございます。